皆さんこんばんは。1月19日の塩チャンネルです。通常国会も3日目となりました。今日は参議院の方は本会議とか委員会が立っておりませんでしたが、私は朝8時からですね、会議、今の夕方までいろんな会議とかやることがあってバタバタしておりました。衆議院の方で代表質問がありまして、立憲民主党は泉健太代表と、そして小川淳也政調会長が質問に立ちました。ちょっと時間の関係で代表の方は半分以上見ることができなかったんですが、小川淳也政調会長の方はテレビで私もこの会館で見ていました。後半にかけて非常に熱のこもった質疑と、演説がすごかったなというふうに思っています。新しい資本主義というのは一体何なんだと、そしてなぜ新しい資本主義が必要になっているのか、今どういう社会構造になっているのか、これを本当に大演説して見ていて、あ、すごいなと思いました。似たようなことは言うことも私もできるんですけど、あの大演説ができるっていうのはなかなかいないんですよね。そうした面からやっぱり見てみても、なるほど、すごい政治家だなというふうに思いました。優勝しているわけではないですね、応援したから優勝してるんでしょうみたいな思う人いますけど、そういうことではなく本当にすごかったというふうに思っています。私もああいう演説ができるようになればいいんですが、私にはなかなか難しいというふうに思っています。で、通常国会は何をしているんだというふうに思うかもしれませんが、会議で結構一日が埋まっています。朝は8時から資源エネルギーと、そして同じ時間に部会が走ってたりするので、早く終わった方から次のところに行ってとか、そして超党派でいろんな技法も作っておりますので、その打ち合わせをしたりとか、そして明日ちょっとしたシンポジウムに出ますので、その準備をしたりとか、非常に忙しい一日なんですよね。なので国会議員何やってんだっていうふうに言う人いるかもしれませんが、実は非常に忙しくてですね、そしてその内容全部書くわけにもいかないということもやっぱりあるんですよね。今準備しているものを、その発表前に私たちが何をするのかみたいなところをですね、その各党で話し合ってますから出すというわけにもいかない問題もあったりとかしますので、実は非常に忙しいんだということを知っていただきたいというふうに思っています。じゃあ地方議員やってた私からすると、どっちが忙しいんだっていうふうにみんな気になっていると思うし、よく聞かれるんですけど、国会議員の方が圧倒的に忙しいと思っています。都議会議員の中でも私は過労死を心配されるぐらいですね、朝から都庁に行って夜中2時3時ぐらいまで仕事をしてと、そうしないと70本の議案の調査は自分一人でできないとかもあったりとかして、非常に忙しかったんですが、それでもやっぱり年4回の定例会ということもあって、そして地方議会の方は、都議会だけかもしれませんが、急に委員会がポンポン立つみたいなことはありませんでしたので、定例会、そしてその急に委員会が立ったりすることがないということもやっぱりありますので、割とその間と間は比較的時間があったりとかしました。しかし国会というのは、1月に通常国会が開いたら150日間ノンストップでやりますので、前日に委員会が立ったりとか部会が立ったりみたいな形で、非常に張り詰めた時間のない毎日を送っているような状況です。なのでどっちが大変かって言われれば、両方経験していて、都議会の時に過労死するんじゃないかって言われた私からしても、圧倒的に国会の方が忙しいし、仕事量もあるというふうに思っています。なのでこういったその実態もみんなに知ってほしいなというふうに思っています。やっぱり地方議員さんは定例会って間と間をその地域をしっかり回るというようなところもお仕事なので、国会みたいにフルにやるというわけにはいかないと思うんですけれども、やっぱり違いはあるなというふうに知っていただけたらなというふうに思っているところです。明日もいろいろあるので頑張りたいというふうに思います。それではまた明日。改めて総理の言う新しい資本主義とは一体何なのか、成長と分配という言葉は聞き古しました。ではなぜそれが今まで達成されなかったとお考えなのか。重要な再分配の柱たる金融所得課税はなぜ早々に引っ込めたのか。地球環境との調和を唱える以上、炭素課税を含め不都合に踏み込む覚悟はあるのか。そもそも成長と持続可能性はどのように両立されるべき概念なのか。
その具体的な中身、構想、実現に向けたプロセス、それを進めるに足る決意と覚悟をお聞きして